はいさ、園長じゃ、園長か園長です。今日打ちましたね、大谷さんがホームラン。嬉しい。ああいうようですね、素晴らしい。ねえ、18号、19号でしたっけ。よし。ああ、久々の贅沢ですね、私の。なかなか、なかなかいい感じですね。素敵そうですか、ね、ちょっとお待ちくださいね。塩がない。しょうがないか、みたいな。あったああ、いう上を。ちょっと。これ入らないな、ダメルね。二つに切ります。そうね。二つに切ってあります。よいしょ。お塩パラパラと。よいしょ、このしょ。ああ、いい音。こんな感じですかね。で、付け合わせに、玉ねぎとキャベツスライスしてあります。飲んでます。ウォッカです。アイス。オンザロックですね。ああ、いい香りがしてきた。かきこけこ、うまい。キャベツ、ご飯も炊きますね。すいません、準備不足だな。大谷がね、すごいっすよな。ただなんか山本さんでしたっけ、こうなんかこうちょっとね、怪我をされてるということでちょっと心配ですね。まあこんな感じですね。いやー、おいしそう。ガーリックを先にね、ちょっと炒めてありますけど。久しぶりのステーキですよね。今日はちょっと買い物行ってきまして、豆腐と、お米と、あ、お米はごめん、ニシキギとかっていうやつを買ってきました。で、ドンキーのコーヒーですね、これ。なんかオリジナルブレンドとかっていうの。あとはサバと、何やったっけ、あとどう忘れ、思い出せ。あ、お味噌と、何だったっけな、お味噌ともう一つあったような気がするね。こう買いに行きまして、マルカイっていうところで買ってきましたね。あと何やったの、よいしょ、これなんか美味しそうですよ、ね。
右上を、よいしょ。おいしそうですね。ちょっとレアで。ちょっと、いやでもこれは大きいな。カットして。よいしょ、これでしょ。こんな感じでいただいてみます。ちゃんぽん特製のソースですね。美味しい。美味しい。まあ今日はね、大谷さんがこう18号と19号2つねホームランを打っていいですね、素晴らしいっていうやつですね。あと今日花火をね見ましたね、シーワールドっていうところで。まあショートにね、ホイットニー・ヒューストンさんの Always, I Will Always Love You っていうバックミュージックとともに、ショートのところに載ってますんで、よろしければ見ていただければっていうやつですね。うん、美味しいの食べてるときには文句なしの幸せみたいなやつですかね。ということで久々のステーキでした。こんな感じですかね。まあそういうことで、あれまた野菜、またベジタブル、久しぶりの贅沢。 Beep, 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 beep.